I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't. チャラチャラチャラ。はい、こんにちは。どうも、のりかずです。今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは本日は、こちら。じゃん。僕の結構よく履いて合わせているトロエントープのご紹介です。こちらはニードルズとトロエントープっていうブランドのダブルネームの、サボになるんですけれども、これが結構おすすめポイントがかなりあるので、これをちょっと何がいいかっていうのをね紹介したいと思います。はい、トレントープっていうところからね、毎シーズン、ニードルズでネペンテスさんで販売している靴になるんですけれども、こちらのいいところはまず履きやすさ、結構そうですね、この中の作りが木で作られてるんですけど、なんかまあ履いていくと結構馴染んできて、最初は少しね足の甲とかがここがちょっと痛くなってたんですけど、もうほんとなんか冬場でも夏場でもスッとこう履けて、すぐ脱げるっていう、脱ぎ履きがすごい楽な、靴になっているのと、あとはサボって結構可愛い感じに見えちゃうんですけど、こいつのいいところはなんかなんていうんですかね、形が程よく無骨な感じなので、あんまり可愛すぎない感じに見えるのが、かなりおすすめです。僕初め買ったのはこのブラックのスウェードのレザーのサボになるんですけれども、こいつのそしていいところはこの見てください、このヒールがねだいたい6センチ7センチぐらい多分あるんですよ。なので5センチぐらい多分身長が漏れるっていう、結構僕のお客様もねサボこのトレントップ履いてる人多いんですけど、まあ、身長が低い人でも5センチぐらい身長がアップできるっていう、結構こうシークレットブーツ的な働きもできるので、背伸ばしたい人にはかなりおすすめな靴になっています。はい、でこれを最初秋冬ぐらいに購入して、今季夏にねこちらを買ったんですよね。これは新宿のニューマンにあるブルーム&ブランチさんで購入したんですけども、レザーのメッシュになっていて、ちょっとこう夏の素足で履いても涼しげな印象になるのと、はじめホワイトレザーっていうので少しね汚れてしまうかなって言って、ね、心配だったんですけど、かなり意外とこの白いスニーカーってやっぱ合わせやすいじゃないですか。なので白のレザーってかなり何でも合わせやすいんですよね。でなんか白のレザーで全部これ覆ってつるっとしてるのだと少し夏には重たい感じがするんですけれども、このメッシュのレザーになってることですごいこう夏っぽい涼しげな印象になるので、これは本当に買ってかなり今季使い倒してました。もう結構ソールの方もねちょっとすり減っちゃってるんですけど、これはかなり、おすすめのアイテムです。こいつもね同様にソールが本当こんなに厚いんですよ。なのでちょっとこれね測ってないんですけど、まあ、5、6センチぐらいかなっていうぐらいの身長が漏れるので、僕180なんですけど、これを履くとおそらく184ぐらいになってるんじゃないかなと、思ってます。なので、ネペンテスさんとブルーム&ブランチさんとかで取り扱ってるので、このホワイトのレザーのメッシュも7月の終わりぐらいに、行った時にまだ取り扱ってたので、結構これは、まあ、冬でも履けるかなっていう気もするんですよね。なのでかなりおすすめのシューズになっています。はい、今日はこのトロエントープのご紹介でした。僕のかなり愛用しているレザーシューズというか、サボというかね、それの紹介をさせていただきました。それでは、僕もパーマかけたんでね、ちょっとこのパーマのスタイリング方法とかをまた、どんどんアップしていきたいと思っていますので、またチャンネル登録の方とコメントなどぜひぜひ、お待ちしております。
それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。It couldn't be your fault. When this life of mine will fall, it will always be my call. Trying to throw this shade on me, like they all hate on me. Don't bring that rage on me.